よし、じゃあやるしかないだろう、これ。というわけで、第101回になりました。タマラジオということで。いやー、正月明けてな、もう本当に20日切ったよな。受験勉強も。てなわけで、あ、しまった。今日は、炊き込みご飯をしたの。お正月に。お正月というか、まあ、大晦日特訓があったよな。で、まあ、あれに向けてというか、まあ、あれの最中に、贅沢な飯を食おうということで。むちゃくちゃ贅沢だね。あの、炊き込みご飯をやったんやけど、なんと、アワビ。すごいやろ、マジで。どうでもいいか、受験前だしな。今日この辺に切り上げるか。まあ、その炊き込みご飯を、今は、焼きおにぎりにしてね、焦げ目をつけて、ちょっと表面パリパリっと。大変ながら食ったら、うまっ。うまい。で、まあ、今日101回目のラジオということで、まあね、おつまみは今の焼きおにぎりと、片手に飯ということで。もう正月になってな、みんなの報告メールが嬉しいわ、また。いや、すげえ嬉しかったのかな。うん、まあ、ほんとにな、結果は散々出とる。あれはまあな、見てくれ。もうコメント見たらな、びっくりする、ほんとに。今まで俺が信じられなかったレベルの結果もどんどん出してるね。うん。まあすごいよ。とにかく。なんだけど、今回紹介するのは、まあ、本人の許可を取ってないので、手紙をというか、まあ、メールを読むことはしないんだけど、うん、こんな話やったっていうのが、その、ウェブ玉に出会って、自分のね、やっぱ意識が変わったって、気持ちが変わったって。で、それから何でも逃げなくなったし、頑張るようになったっていうことで、実はその、不登校になって、今、通信の学校に行ってるのかな？うん。その子からのメールやったんやけど、ね、お正月早々にどんなメールかっていうと、去年は、なかったんだって。年賀状が。でも、1年間ね、ほんといろんなことがあったんや、そいつには。で、少しずつ頑張って、で、友達と喋れるようになって、で、今年1年で、年賀状が4通。で、明けましておめでとうのメールが2通来ましたって。本当に嬉しかったんで、報告しましたっていうね。まあ、嬉しかったよね、ほんと。うん。そういうのってすごい嬉しい。本当に。それの祝い酒です。正月からな、本当に嬉しい報告をしてくれるよ。どんな形でも。ね、逆に、本当にな、いろんなメールが来る。今精一杯頑張ってる。結果がガンガン出てる。そういうメールも来れば、今みたいに自分が変わった、生まれ変わったっていうメールもあれば。でもそういう中でも、自分に向き合えない、戦えない人たちもいる。まあこれを聞いてて、目いっぱい勉強してる奴らは、今がチャンスだ。そういう奴らはいる。デブ玉の塾生でもあれだけ支え合ってる、お互い強い気持ちを持って目いっぱいやってる塾生でもいる。なら普通の奴らは、もっと出るぞ。今がチャンスやね。追い抜くチャンスや。ガンガン追い抜いていい。ガンガン追い抜いていい。うん。なぜなら、世の中はそうできてる。気持ちと、あとは環境なんだよね。で、みんなは、ウェブたまに来てるみんなは、比較的環境という面では遅れは取ってたかもしれない。塾に行けない。家庭環境のこともあって、私立の大学に行けない。家から通える大学にしか行けない。でも、そういう、例えば塾に行けないとか、チャンス、もう そもそも受けるチャンスがない。という人たちに対して、ウェブたまという環境を作って、その可能性を生み出した。チャンスを生み出した。環境が出来上がった。ならあとは何や？そうや。あとは夢への強さ次第。思いの強さ次第。だよ。こっからどこまで本気になれるのか、真剣になれるのか、それは夢の強さだけが知ってる。ほんでな。そういう中で、頑張る人たちに対して、一つだけ話をしておこうと思う。あのね、俺らは、まあ未来のことをよく言うよ。将来どうしたい？どう行きたい？どんな大学に行って何をしたい？俺がメールをするとき、もしくはラジオで話すときっていうのは大概そういう話をする。でもね、俺たちは今を生きてる。過去を悔やむ奴もいる。最近のメールでね、結果が出ない。なんで夏あんなに遊んじゃったんだろう。なんで10月にあんだけ気を抜いてたんだろうって。本当にいるよ。11月の模試でこんな点数を取って初めて目が覚めました。この前の模試で目が覚めたっていう奴もいるんだよ。自分は受かると思ってたって。どうせいい判定だけど、なんやかんや言ってみんな冬になって成績上げてきたって。だから、自分は安心してた。でも自分だけ結果が上がらなかったって。
で、やっと目が覚めたって。なんで自分は、あの時ああしてしまったんだろうって。過去を責める。でもね、どんなに未来の話をしようと、どんなに過去を後悔しようと、俺たちは今しか生きれない。今日の自分は、今日の自分しか生きれない。24時間しか時間がないの。だからね、今日の俺たちは、受験を受けることができない。言ってる意味がわかるかな。俺たちはね、受験を受けることができないんだよ。だって今日だもん。1月1日の自分だったら、1月1日、この24時間しか使うことができない。12月31日でも、1月2日でもないんやで。でもね、受験の日本番、その応援ができるんよ。俺らができるのは、受験を受けることはできないけど、受験の日の自分を応援することはできる。受験の日の自分が、受験会場に行って、受験の日の自分は勉強はできんのよ。受験勉強はできない。試験を受けることはできても。試験会場に行った自分。でも、その自分では、試験を受けること以外はできないから、試験会場に行って答えを書く。一問目を読んで、あれ？この問題の答えは何だろうって思う。その時にね、過去の俺たちが応援してくれるんよ。あ、これは3月の時に俺が勉強した内容だって。あ、これは5月の時に勉強した内容だって。ね、今日のメールでね、ウェブ玉先生の生物 DVD 買いました。クリスマスプレゼントで。クリスマスプレゼントそれに使ったんかってね。なんか、なんていうかな。もっと楽しいことに使えばいいのにっていう。ほんで、その DVD がむっちゃ面白かったんだって。で、笑いまくった。まあ、ここまで来るとわかるでしょ。試験解くときに、あ、この問題の答えなんだっけってなったときに、あ、あの DVD で あんだけ笑ったよな。こういうギャグかましてたよな。日本史でもあった。そういう方向がいっぱい来た。問題解くときに、玉先生のアニメのしょうもない親父ギャグみたいなのがガンガン頭に流れてる。あそこでこんなギャグがあったな。そうそう、ああやって勉強したなって。この前のクリスマス特訓でもそうだろ。これね、あのクリスマス特訓で地獄を見た。本当にきつかった。あの中でやった。それが今日出た。わかる？試験の自分は、試験を受けることしかできない。でもね、その試験を受ける日の自分には、過去の半年勉強した奴らだったら、180人くらいの。一年間まるまる受験勉強してきた奴らには360人の。三年間受験勉強をしっかり頑張ってきた奴、進学校でね、辛い課外も受けてきた奴、1000人の過去の自分が仲間なんよ。すごいだろ？あ、あの時、あの先生がこんな話してたな。そうか、だから答えはこれだ。あ、そうか、あの時、こうやって勉強したな。ノートのあそこに書いたよな。だから答えはこれなんだ。過去の自分が、自分最高の応援団なんよ。試験会場にノートを持っていくことはできない。教科書を持っていくことはできない。参考書を持っていくことはできない。全部それはズルになる。でもね、自分だけは連れていくことができる。俺は何とかしてやりたいよ。お前たちの夢のメールを見てると何とかしてやりたいって、どうにかしてやりたいって。でも俺が代わりに試験を受けることはできない。お前らの代わりに俺が頑張って夢を叶えることはできない。俺は何もできん。だから代わりにおみくじを引きに行った。そしてまたおみくじ企画とかもやったやろ。俺にはあんなことしかできんよ。俺はな、現役の頃おみくじは引かなかった。自分の努力の結果が、神様は偉いと思うよ。神様を信じてないとかじゃない。だけど、神様たちは偉いと思う。いっぱい人を救ってきたからな。いろんな人を元気にしてきたし、励ましたし、支えてきたから、あの人たちはすごいと思う。うん。だって過去、イエス・キリストとかさ、2000年前に死んでるんだぞ。それが西暦のスタートみたいになってるけどさ。生まれた時だっけ？あんま詳しくないけど。うん。それで、な、あんだけキリスト教の人たちっていっぱい、今でも行ってさ、その人たちを救っててさ、すごいよな、ほんと。死んでてもどんだけ救うねんみたいな。仏さんはいつ死んだか知らないけど、あの人も結構前なんだろ。何千年とかかな。どうだっけ、日本史してる俺がよく分かってないっていうね。あの人たちもまた仏教っていうのでいっぱい救ってるし、イスラム教は分からんな。あの人たちは誰かすごい人が死んだんだっけか分かんないけど、うん。だろ？そうやって、老子とか孔子とかすごい過去の人たちもいっぱいいる。うん。でも、俺はその人たちに拝まなかった。点数を上げてほしいと、合格させてほしいとは言わんかった。それすごい嫌なんだよね。なんていうかな。いや、仮に神様たちにすごいパワーがあって、拝んだら合格させてくれるよって言われたとしてもね、実際その力があった時に嫌なんだよ俺は。その俺は特に部活ばっかりし、好きなことばっかりして3年間過ごして、最後の半年ちゃちゃっと受験勉強しただけだろ。その俺がさ、ここに来て拝んで、その神様の力のおかげで合格させてもらってたら、それはね、3年間進学校で部活我慢してやってきたやつらは許せんよ。だって俺が受かるってことは、誰か頑張ってきたやつが代わりに落ちるってことやろ。それは嫌だった。だからまあ拝んでなかったんだけど、でもね、逆にいざ俺が先生になって塾生を持つと、太宰府に行くようになった。
うん、ウェブ玉始まって以来というか、まあ要は会社になったのは3年前だけど、ウェブ玉やりたいって思ったのが6年くらい前で、その頃からずっとだよな。受験の神様に拝みに行くようになった。うん、俺にはそれしかできないからな。代わりに受けてやることも、合格してやることも、解いてやることも、横で教えることも、なんもでき。なんもでき。だから代わりに、まあ、神様にお願いしに行く。うん。ちゃんと、あれだぞ、500円再生入れたぞ。玉の中で、投げる玉のやつらの中で一番でかいやつを入れてきたよ。まあ、言うても、まあ、今、塾生は2000人ぐらいいるから、2000人ぐらいになっちゃったから、で、しかも1日で大体それぐらい生きてるからな、今は。だからこれが、実際の塾生とかってなると、まあよくわからんけど、仮にだよ、仮に5000人ぐらいだったとしよう、うん、今1万再生ぐらいあるからさ、だからまあ要は1人平均 2個ぐらいね、さアニメを見たとして、仮に、うん、そうしたとして仮に5000とかだったとすると、500円玉スッて投げてたら 10人に対して1円っていうねなんというお賽銭の少なさ10人、要は俺がチャリンって500円入れるってことは10人並んでて、その中の1人が代表がえいって1円投げてるってね、パンパンってしてお願いしますみたいな、まあそれじゃダメだろうって感じもするけど、うん、まあ許してくれ。でもほんとそれぐらいしかすることができない。だけどさ、お前たちは過去の自分を連れていくことができる、受験本番に。逆に言うと、その応援団は今の俺たちなんよ。受験の日当日に自分を応援してやれる、未来のその受験を受けてる自分を応援してやれるのは今の俺たちなんよ。だから一個でも覚えてやる。で、受験の当日の時の自分が困ってたら言ってやるよ、ポンポンって。おちょ、そのことは今俺がやってるやつだから、みたいな。うん。で、今度国語とかで悩んでたら、ポンポンって国語を勉強してた過去の自分が、ポンポンって片付けたら、お前、それ俺、8月の夏、むっちゃあの暑い窓際の席で問題頑張って解いてたやろ、みたいな。あれやで、お前、そこお前悩まっとってくれ、お前俺むっちゃ頑張ったのに、うわ、吹き込むわ、それ、みたいな。8月の自分とかが、後ろで応援してるんやね。うん。中には、もうなんか高1の夏とかのね、学習合宿でやった記憶とかもいたりしてな。うん。あ、お前、え、何俺のこともう忘れたもしかしてみたいな。気づいて、それ俺やったからね、みたいな。言ってるやつもいる。うん。それで、頑張った過去の100日頑張ったなら100人の俺が、200日頑張ったなら200人の俺が後ろに立ってる。心強いやろ。そんな奴らが背中を押してくれるんやで。悩んだ時にポンポンって肩叩いてくれるんやで。そう、あったやん、ほら。日本史アニメでなんか玉先生がしょうもないギャグ言うて滑ってたやんみたいな、あれサブって思ってたやろお前、あれやでって言われてたら、受験当日の自分も、あ、これ確かあれやなつって、なんか寒いギャグ言ってた玉先生になんか俺冷めてたよなとか言いながら答え書くんやね。マークシートやったら黒黒塗りつぶすんやね。うん。そして過去の自分にありがとうって言いながら解いていくんよ。ありがとう、お前たちが8月何日の俺が、9月何日の俺が、10月何日の俺が、11月の私が、12月の私、1月のあの試験前で結果が出ずに泣いてた。でもその夜に本当に辛かったと思うって、あんだけの判定をもらって、うん、絶望的な点数を出した後の夜の私はきつかったと思う。でもあの日の私が頑張ってくれたからこの問題解けるよって、ありがとうって、未来の自分がありがとうっていう姿。俺たちは未来には行けないから、どんな問題が出て誰に感謝されるかわからん。俺たちは準備することしかできない、うん、今日の自分がいっぱい頑張った24時間、一生懸命受験のために準備した24時間、でもそのどれもが出ないかもしれない、一度も問題で。だったとしても俺らは準備をすることしかできないし、でも準備ができたら受験当日の自分は安心するんよ。でもあれだけやったから集中できるって。だから例えば今日1月1日の自分が目いっぱい勉強して、でもそれが一切テストに出なかったとしても、でもありがとう、1月1日の自分、あの時一生懸命お正月のね、大事な時にお年玉とかもらいに行く、親戚の家回ってお年玉かき集める。で、人生最後はね18歳やからな、大概20っていうところもあるけど、うちは残念ながら18までやったっていうね、うん、家によっていろいろしきたりあるけど、最後のお年玉をかき集めるのをやめてまで勉強してくれてありがとうって、今日は出なかったけどあの時一生懸命頑張ったから今集中できてるよ、安心できてるよって、もう解くことだけ目いっぱい頑張れるよってなる。12月31日、ガキ使のアニメ、我慢した、ありがとう、あれ相当もろかったらしい、でも我慢した、ありがとうって。ちゃんとな、未来になったら、ガキ使の DVD を見て供養するから、12月31日の自分、ありがとう、出なかったけど、お前の頑張りが一切受験の一点にすらなってなかったけど、ありがとうってね。うん。思うよ。
なんかももクロ出たらしい、下でなんか妹がはしゃいでる声を聞いてイライラしたけどよくあそこで耐えたとかね、うん、そうやってで過去の自分と協力してんで受験を受けに行く。俺たちはその準備屋で残りもう20日を切った。これアップしてる頃はもうほんと2週間とかかもしれへんな、受験まで。受験の日に一生懸命頑張れば今から14人の仲間が増えるで。ほんでそいつらだけは連れてっていいからな、受験会場に。でもね、その14人は強力やで。だってな、やっぱどうしても人間っていうのは記憶が薄れていくもんやから、うん、今が応援団の最前列やねん。わかる？コンサートとかでももクロのな、お前最前列当たったら大興奮やろ。あれと一緒やで。うん。最前列の14人。一番記憶の新しい、一番ピチピチした14人。この応援団。誰連れて行こうか、どんな応援団にしようか。考えながらやってみ。よし！これはな、一人だけちょっとこう、漢文のスペシャリストは連れてっときたいな、みたいな。ちょ、もう一回銭形漢文やり直そう、みたいな。うん。とか、ちょ、本番の自分にはまだちょ、数学足りんから、数学の 1A の実況を徹底的にもう一回見直しとこう、みたいな。特に確率と、あの図形の部分はちゃんと見て、その二人、最強の二人を連れていこうとかね。うん。速読。速読の怪しいやつ。これはね、ちょっとやっぱ、どうしても速読の自分を一人連れて行っときたいなとかね。これで英語の時間を生み出すね。みたいなとか。もしくは、やっぱな、ここに来て、ちゃんと、なんていうかな、今までやった過去の自分、過去の頑張りを、もう一回ちょっとおさらいするためにも、全体を、全教科をまんべんなく、しかも基礎の部分をしっかりと復習した自分を一人連れていこう。みたいな。よし、じゃあこの日は、復習全部をもう一回やろうみたいなね。とかでもええやん。高速問題集のやり方でやっとったら、一冊1時間とかやで。100ページぐらいある問題集でも。1日で15冊できるわ、復習なら。うん。そうやって、どの14人を連れていくのか。それが、今のお前たちや。応援団にはなれるぞ。本番の自分の応援団にはなれるぞ。まあ、心強いよね。そして、そいつらと一緒に夢を叶えていく。でもその夢を叶える自分たちがまた集まって、その一日一日一人一人の応援団が少しずつ少しずつ歩みを進めるからこそ、いつか未来でその今思っている夢、その夢にゴールってたどり着く一歩を踏み出す、その自分を生み出すことができる、噛み締めることができる。長い道のりかもしれん。一年で簡単にたどり着く夢じゃないのかもしれん。四五年かかる夢。塾生の中には医学部生も結構いるからな、医学部狙いも。そういう人だったら、多分10年ぐらいかかるかもしれんな。受験で3、4年かかって、入学してからも卒業まで、医師免許まで6年かかるし、その後研修医っていう時間もある。まあ、研修医を、もう夢の中、じゃあ夢の中だけどな。それで人の命を救うんだから、実際。でももしかするとこの中には自分の店を持ちたい、そういう夢を持ってる者もおるかもしれんし、海外で働きたいっていう人もおるかもしれん。そうなれば国際関係の仕事をした後、国内で例えばそこそこいい大手に入って実績を出して海外出張みたいな形やったりとかね、するかもしれんし、場合によっては国際系のなんていうかな、大学出た後そのままもう体一つで貯金もなく当てもなくおりゃーって乗り込むパターンもあるかもしれん。でもその夢を叶えている自分にたどり着く一歩は、今の自分、今日の自分が応援してくれたからやで。その応援がなかったら絶対どんなものも夢にはたどり着けん。俺たちは夢を叶えることはできんよ。今日の俺たちでは、今の俺たちは夢を叶えることはできん。でも夢を叶えた日の自分、叶える日の自分の応援団にはなれるん。だから最高の応援団になろう。受験までもうあと2週間程度やで。どんだけ応援できるか。自分だけや。自分の夢やで。自分だけしか応援することはできん。せやから自分たちが最高の応援団になってやろう。ええか。うまいわ。本当にな。あと少しや。俺にできることは、こうやってタマラジオを取るところまで。こっから先はお前たちは自分で行きな。あともう少しやで。後悔は終わってからどんだけでもできる。後から未来のことを考えるもどんだけでもできる。今は目いっぱい過去の自分、頑張ってきた自分を信じて精いっぱいやるしかない。それだけしかない。だから迷わんと一生懸命頑張って最高の応援団を作ろうな。
ってなわけで、第101回、たまラジオでしょ。頑張れよ、ファイターで、ね。